上田、ウイングから来た、連続スリーポイント、上田、今度はウイングから決めてきました。さあ林、上田とのマッチアップ、上田が取った、そしてそのままリングジュニアからアウトナンバーになっている。ドサンドダンク、10番だ。7点に残り4分切りました第1クオーター。その際パスを回し合って、もう一度外、リチャードソン入り込んでいく。最後はカイル・リチャードソン、中へハンス、もう一度森田キックに来てキックアンドロール、ハームス決まります。最後はキックアンドフットだったでしょうか。森田の見事なスティールがあった。そしてロブパス、亀谷バックダウン入り込んでくる。3人に囲まれてアンドワン、外へ、駒水、ハームス、決めてくる。ショットクロックギリギリでしたが、得点認められます。ステージに乗せた鹿児島。さあそしてオールコートディフェンスが効いている。なんとかフロントコートに持ってきた。阿部入り込んで外、ダンク、児玉、ゲインズジュニア中へ、連携だ、決まった。最後に見事にその連携で形を作ってポイントして終わりました鹿児島。からも40点に乗せています。児玉バウンスパス、素晴らしい。ボスハンドダンク、連携を見せた児玉とハームス。そのハームスが来る、ボールを奪う上田、レイアップ、ブロックショット、ハインズ取り返した、ファウルはない、ここでジャクソンが奈良は入ります。ご覧いただきましょう。この今日はまだここまで6ポイント。ゴール下ポンプフェイクを入れてリチャードソンが決めてきました。さあ84点、鹿児島。ここスティール、藤本シュートは落ちました。なんとか中谷守り切った。その中谷が自分でコースト2コースト、中谷、ジャクソンが呼んでいる。中谷ドライブ決めた。中谷エリム、鹿児島がまだ3回残して、奈良の方も2度残しています。スリーポイントシュート打ち切れるか。外へ阿部、スリーを打つ。最後のスリーはキングに当たりました。ゲーム終了しました。97対73、鹿児島見事に勝利を挙げました。